佐久大学で学ぼう。今回も前回に引き続き、信州短期大学卒業生インタビューということで、介護福祉士養成課程第1期生で、現在、社会福祉法人御牧福祉会、ケアポート御牧にお勤めの宮沢洋平さんのインタビューをお届けします。インタビュアーは、信州短期大学部の関口先生です。実は佐久大学信州短期大学部福祉学科、北欧の福祉の先進国と言われているデンマークにもね、大変お世話になっていると言いますか、以前は特任教授を招いてのね、授業もしておりました。そしてその原理原則、それにのっとっての授業も今行っているんですが、宮沢さん、実は長野県を、日本を飛び出して、その北欧デンマークにもね、研修に行ったということで、ちょっとそのお話もぜひ聞かせてください。はい、デンマーク行ったの何年ぐらい前かな。5年、6年、7年ぐらい前なんですけど、デンマークは福祉の先進国ということで、幸福度ランキングっていうのもね、常に上位に来てるような国なんですけど、デンマークって税金が日本だと今10%と8%なんですけど、消費税ね。はい、25%なんですよ。所得税が50%なんですよ。なのに幸福度がすごく高いんですよね。っていうのは、医療費だったり介護にかかるお金だったり子どもの教育にかかるお金っていうのが無料なんですよ。っていうところで満足度が高いっていうところを勉強したんですけど、行く前なんかは福祉用具だったりとか建物を真似したりとか、ユニットケアっていうのもそういうところから来てると思うんですけど、そういうところの真似ももちろん、真似じゃないですけど取り入れるのももちろん大事ですけど、直接行くことによって、何て言うのかな、向こうにいるお年寄りがすごく生き生きしてたんですね。で、日本にいると老人ホームに入っちゃったとか、介護する側の立場だと、お父さんお母さん老人ホームに入れちゃったっていうちょっとネガティブな印象かもしれないんですけど、デンマークは入って当たり前っていう感覚でいるんですよね。なんですごく生き生きしてて、働く職員も堂々としてるんですよね。やっぱそういうところも、まあ一概にね、日本もそうすればいいとかっていうふうには言えないんですけど、高齢化率っていうのも全然違うんで、日本のが多いんで、でも日本に合ったやり方、もっと細かく言えば介護自体も国民性っていうのに合わせてやっていくべきかなっていう。例えばですけど、デンマークって建物がすごいおしゃれなんですよ。街並みもおしゃれだし、建物もおしゃれだし、通訳の人が言ってたんですけど、デンマークの国民性っていうのは衣食住の中の住っていうのにこだわりを強く持っている国民性がありますっていうふうに言われたんですけど、あ、なるほどと。なんで国の基準も部屋が2つあって、もうそこにはリフトのレールがもう常に持ってあって、シャワールームと簡易キッチンがあるっていうのがもう国の基準で決まってるんですよね。っていうところからもやっぱ国民性っていう、のがあるのかなって思って、じゃあ日本はどうなのかなって考えた時に、日本人に合わせた工夫だったりとか、同じ日本でも地域性っていうのもあると思うんですよ。特に信州長野の人、特にそこからもっと細かく佐久の人だったり東御の人だったり長野市の人だったりとかでまた違うと思うんですけど、やっぱ地域性っていうのは大事にして、法人の在り方だったり支援の在り方っていうのを考えていくべきなんだろうなって勉強しましたね。今お話の中でね、幸福度っていう言葉が出たんですけれども、ちなみに今手元で調べまして、2021年の世界の幸福度ランキング、今宮沢さんの言ったデンマークが2位、同じ北欧のフィンランドが1位だそうです。ちなみに我が日本はというと、
30位いやいや、40位いやいや、50位いやいやで、2021年56位だそうです。なんというね、この差、違い。健康寿命とか人生の自由度とか国への、ね、信頼度、そういったいくつかの尺度が基準があるそうなんですけれども、世界の幸福度ランキング2位のデンマークと56位という日本、その違いっていうのは今の宮沢さんのねお話の中からもね、なんかもう本当に分かるような気がします。で、福祉等に携わる働いている人々が本当に誇りを持って働いているんだと、本当に日本の介護に携わる皆さんも、介護を学んでいる学生の皆さんも、自信と誇りを持ちましょうとつくづく感じました。今回は信州短期大学の卒業生インタビューということで、介護福祉士養成課程第1期生で現在社会福祉法人三巻福祉会ケアポート三巻にお勤めの宮沢洋平さんにお越しいただきました。